看護の困ったを分かりやすく解決、出直し看護塾オンザウェブ。隠しつけをやっていきましょう。まずこの甘皮削りを使って少しずつ削る練習をしましょう、はい、この肩の足の硬いところを触ってみてください、はい、そして黄色いところは角質ですのでそこは削っても大丈夫ですよというサインですのでそこを削っていきましょう、はいはい、削るときはどの方向に削ればいいですか。下から上の方がいいですね。削れてますか。はい、削れてます。その角度と持ち方でいくと、はい、ご自分の手を傷つける可能性がありますよね、はい、なのでご自分の手は下に持っていくか、はい、本当に指先を持ってこの部分を反らせるか、はい、反らせることによってまた削りやすくなりますので、はい、自分の手の位置っていうのもよく考えて削っていきましょう、はい、で少し慣れた方であればこのようなコーンカッターで一気に削っていただくと、では一回この肩使ってみましょう、はい、この肩はですねこの角度によってこの刃の部分の刺さり方が大きく変わっていきますので、はい、最初は平らに足と平行に刃を当てていく感じでどの程度の角度をつければどの程度削れていくのかの感覚を覚えていきましょう、はい、削れてますか。はい、あまり削れてないようでしたら少し角度をつけてみましょう、はい、どうなんですか。あ、角度をつけたら、はい、しっかり削れますね、はい、そのように少しずつ感覚で覚えていくとこの方も上手に使えるようになります、はい、削る目安としては時々指で押して、はい、まだ黄色い部分が残っているようであればまだ削ってもいいですよというサインです、はい、これが少しピンクが上がってきたりとか押してちょっと赤みが入ってくるともうかなり削れて下の皮膚が出てきている状態になってますのでもうその時点で削るのはやめましょう、はい、それ以上削っていくと血が出ていきます、はい、削った後っていうのはどうしてもガタガタになってますのでこのままにしていくとまた靴下に当たったりもしますので最終的にはこのようなリデューサーを使って削った部分を滑らかにしていきます、はい、ではやってみましょう、はい、この上から下リデューサーを使う時の靴は、はい、上から下ですね、はい、上から下このようにやっていきます、はい、じゃあやってみましょう、はい、上から下、はいはい、当てて下に押していく、当てて下に押す、摩擦で角質を削ったような感じでやっていきます。である程度削れてしまったらレデューサーの目の細かい部分で、はい、ですね、で最終的に整えていきます。はい、で手で確認をしていきましょう。触ってみてください。どうですか。滑らかになりました、はい、これで一応終了になります。はい、看護師のためのポータルサイト看護ドット合言葉、メディカルニュースあり、医療系動画コンテンツあり、おすすめ情報あり、セミナーの情報もあります。さまざまな病院に取材に行きまして看護師さんや病院で頑張っている皆さんをご紹介しています。ぜひご覧ください。看護ドット合言葉で一発検索。